わが町和歌山プラス。この番組は海外の方や海外から来て和歌山市にお住まいの方にお話を聞いて、和歌山市の魅力を再発見し、皆さんにお伝えしていこうという番組です。今回の出演者はモロッコ出身のアリ・アムシュットクさんという方なんですけれども、そちらの方でお店をされているそうなので、ちょっと行ってみます。こちらですね、モロッコ雑貨のお店です。こんにちは。どうもアリ・アムシュットクさんはモロッコ出身の30歳。モロッコ中部の港町でメディナと呼ばれる旧市街が世界遺産に認定されているエッサウィラという町で木工職人として活躍していました。今日はよろしくお願いします。お願いします。アリさんはモロッコから来られたっていうことなんですけど、どうしてまた日本に来られたんですか？奥さん日本人です。あら、日本人。そうですね。じゃあモロッコで出会われたの？そうです。5年半前くらいです。ではじゃあこの和歌山でいいところってどういうところでしょう？そうですね、いいところです。私の町みたいだから気持ちいい。家みたい山とか木いっぱいし、海も、魚いっぱいもフレッシュも自然がいっぱいあって海も山もあって。そうですね。本当和歌山と似てますね。そうですアリさんは和歌山市でモロッコの雑貨を販売する店を奥さんと一緒に経営しています。モロッコはアラビア文化やヨーロッパ文化が混ざり合い、鮮やかでデザイン性に優れています。お店の隣にはインテリアのショールームがあり、椅子、テーブルなどが展示されています。わあ、すごいカラフルでねえ、素敵なインテリアのものたくさんありますけども。ありがとうございます。これはモロッコから取り寄せるんですか？そうです。ラグとかランプはインポートします。でも、木造品は自分で作ります。こういった木造品を作られるんですか？そうです。ちなみにモロッコでは何をされてたんですか？お仕事、インテリアデザインです。はい。日本のものってどうですか？面白いです、リスペクトしています。どういうところが？クオリティとか、細かい、ジオメトリック、はい、日本のジオメトリック、すごく面白い。じゃあ、ちょっとせっかくですから、この和歌山にも紀州ダンスって言って、タンスのを作ってるところがあるんですけれども、本当ですか？その工房を見に行きませんか？ぜひその技術、テクニックをもう見てください。行きましょう。紀州タンスの始まりは定かではないものの、江戸時代の紀州藩の文献に着物を保管する箱、長持ちなども作られ献上されたと記されています。また木材の運搬は木の皮を使って行われていて、その終着点の和歌山市には良質の材料と優れた職人が集い発展してきました。現在紀州タンスは最高級のタンスとして国の伝統的工芸品に指定されています。こちらですよ。やってきたのは和歌山市でその紀州タンスを作っている志賀木工という会社です。今日はよろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。こちらの方が志賀木工の社長で伝統工芸士の志賀啓二さんです。紀州タンスってどういうものになるんですか？今ここに現代あるのは、霧の、木になります。で霧の木っていうのは、衣類を保管するのには最高の台とされてます。それは柔らかくて軽くて伸び縮みが少なくて、そして湿度を通さないで、伝導熱伝導性がないということで、非常に衣類の保管には役に立っております。だから江戸の末期ぐらいからは霧のタンスがどんどん出来上がってきております。材料の霧の木は木材をそのまま切り出して使うので、
乾燥させると木の特性により湾曲し反りが発生します。家具作りの前にまずは反りをなくす作業が重要になります。昔は火で熱して手作業で何度も圧力をかけていましたが、現在ではプレス機を使って平らにします。その後カンナ掛けで美しく仕上げます。美しいですね。すごいですね。いやどうですか。スムーズですね。スムーズ。綺麗。こちらではこうカンナで削って加工されてる。そうです。切り断層は非常に柔らしいので、まあこういう表面削るのには粗木を削るちょっとカンナと、で仕上げていって最後に仕上げるカンナと、必ず職人さんは2丁持って削り。っていってます。じゃあ2種類のカンナで丁寧にこうやって削っていくわけですね、はい、いやそうだ、アリさん今日お持ちいただいてるんですよね。そうですね、そうやっぱり日本のカンナとはちょっと、違うようですね見た目もちょっとこれは、イギリスのでもモロッコで使う、モロッコで、そうですね、アイルランド。なんか違いはあります？見てて使い方に、全然違う、逆、今こうね、日本の方式では引きますけど、そうです、押すんですか？これそうですね、いや今日せっかくですから、実はアリさん、モロッコで大工さんもされてて、今現在もねテーブル作られたりとかもされてるんで、ねやってみたらどうでしょうか。体験させて、どうぞいただきます。伝統工芸士の職人辻慎一郎さんにカンナ掛けの注意点を教えてもらい、アリさんも挑戦です。こうしないと、ここじゃない、自分の指挟みますよ。カンナなんか削ったことないから全然容量が分かんないけど、ちょっと厚み出てきたんじゃないですか。ちょっと修行に通いますか、ここに、帰りたいねえ、いやー、でもツル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 、これどのぐらい繰り返すんですか？いやもう、1回しか削らないんですよ、仕上げは。そうなんですか、じゃあ、先ほど言ってた2種類の分厚く削る方をまず1回一通りやって、でその次にその最後の仕上げはもうほんまにもうほんまにこのぐらいの薄さのやつで仕上げないと、伝統的な日本のタンスには木の釘を使います。この木釘は鉄の釘みたいに錆びないため長年使用するタンスにはぴったりです。アリさんも木釘打ちに挑戦しました。どうでしょう、どうでしょうか。いい感じにもうすごい、もう全然剥がれない、すごいですね。紀州タンスも含めた日本の和ダンスは職人技で緻密に作られていますが、その根幹を成すのがタンスの枠、いわゆる胴の部分の製作工程です。この胴の作りで家具の良し悪しが決まるとされていて、良いものは数十年使ってもガタつきが全くないと言われています。また材料が高価な桐なので、できるだけ余りの部分が出ないように木の部材の特徴を生かして組み立てます。わあ、これが完成品ですよね、こちらの素敵なタンス。そうです、先ほど組み立てをされたタンスが生地と言いまして白木のままなんで、それをこちらの方へ仕上げ場へ持ってこられて、
あとトノコ仕上げをかけてます。それでこれが一番伝統的な仕上げ で行っております。トノコ仕上げっていうんですね、はいはい、子供の頃ね、はい、A タンスは引き出し開けて閉めたら他のところが飛び出してくるっていうのを聞いてました、はい、もうやってみてください。やってみてください。はい、はい、で閉めて、うん、すごい、こういうこれだけ機密性が高いってことですよね。そうですね、じゃあどうする昔はこれの風圧を利用して、うん、ハーモニカを中に仕込んで、うん、それの音色をいかにいい音が出るかということで職人さんが競ったものなんです。はい、ハーモニカが吹けるぐらい、はい、そうです、はい、いやタンスが吹いたハーモニカなんて聞いたことないですけどすごいですね、はい、いや日本の伝統工芸の技すごいですね、はい、そうですね、私どもこの技術は100年を受け継いでこういう技術で、まあ、あとも子供をしてますので、あとまた何十年か受け継がして、日本の伝統を残していこうと思ってます、うん、いやずっと残していきたい、これは日本の財産ですよ、はいはい、ありがとうございます。いいもの見せていただきました。ありがとうございます。いや今日はいいもの見せていただきましたよね。そうですね、いや日本の伝統工芸の技ね、うん、どうでした。あ面白かったですね、本当に。前ちょっとイメージだったね、うん、でも今日は本当に もっともっとリスペクトしていますねいい経験ですね。ねえ、そうですね、いやだってもういろんなとこ夢中になって見てましたもんねそうですね、そうですね、いやちょっと周りにたくさんねインテリア関係のお友達もいらっしゃるでしょうし、そうですね、ぜひいろんな日本の技、ね、大体絶対好きですね、うん、じゃあ今日の素敵な経験をぜひ世界中のお友達に発信してください。そうですね、絶対します、うん、楽しかったです。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。わが町和歌山プラス、今回はモロッコ出身のアリさんに和歌山市の魅力を再発見してもらいました。アリさんを番組サポーターに認定します。番組公式 Facebook でも番組サポーターとともにさまざまな和歌山市の魅力を発信しています。キャッスルシティ和歌山プラスで検索してください。また YouTube 和歌山市公式チャンネルにも番組をさまざまな言語で翻訳した映像を配信していますので、ぜひご覧ください。さらに和歌山市の魅力を海外へ発信するため英語版の観光ウェブサイト My Secret 和歌山が開設されました。海外のブロガーによる記事も掲載されていて、和歌山市の魅力情報が満載ですよ。ぜひご覧ください。今後の番組もお楽しみに。